皆さんこんにちは。コーヒーを愛しすぎた男、岩崎泰三です。本日はセイコーマートのある町、埼玉県吉川市ね、生田プリーツさんにお邪魔しております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして放浪シャツの久保田さんはもうすでに動画にも登場していただいてますんで。あれ登場してないですか、もしかして。登場してないんじゃないですか。登場してないですか。放浪シャツの久保田さんです。そうです、しれっと超人気シャツ作家の久保さん、よろしくお願いします。今日はですね、私がずっと作りたいと思い続けて願い続けてきたコーヒーシャツ完成間近ということで、今回縫製をしていただいてということで、生田さんとかに、ね、はい、お邪魔してるんですけれども、もう間もなく完成ということで、今日実際にサンプルがもう届いてる、はい、もうすっげえドキドキしてて、まだ最終的な形実物見てないので、まあ、どうなってるんだろうなと思いつつ、まあ、どんなシャツになってるかっていう話し始めると、まあ、生田さんこの後全然喋ってくれなくなっちゃうのでまあどんなシャツになるかっていうのはもうちょっとした動画の後半でね、お見せできるんじゃないかと思いますし、はい、うん、この後もう完成しましたってことで私がいつも着ることになると思いますから、まあ、必ず皆さんもねご覧いただくと思うんですけれども、今日はもうこの生田プリーツさんの内部でもう私見学させてもらったらテンション上がりすぎちゃって、これちょっと生田さんインタビューさせてくださいっていう流れになりましてですね、はい、突然巻き込まれて YouTube 出演ということで初の登場になるわけです。そうですね、初めてですね、はい。プリーツ屋さんなんですか。そうですね、まあ、縫製とプリーツをやってる会社です、うん、いやもうそもそもプリーツってなんかこの折りたたんであるものですよ ね、 すね、はいはい、あのプリーツを作ってる工程が全くこう想像つかないっていうか、メインに浮かばない。で、久保田さんはその業界の人だからプリーツってああやって作るんだよねみたいな、そういうのはあるんですか、やっぱり。でもなんとなく知っていても、うん、その生田さんが、うん、あのツイッターで動画を上げてたりとか見て、手で折ってるやつがあるとか機械で折ってるやつがあるとか、マニアックなツイッターが、そうそうそう、あのマニアの中ではやっぱり情報共有されてるんだ。そうですね、あと専門学校生とかが知ってみるとか、なるほどね、なんかそういうのがあったりして、それで改めて、いや機材がもう入ってからずっとずらっと並んでますけど、例えばこの後ろにあるこのいかついマシーンこれは一体なんかスターウォーズとかに出てきそうなレベルでかっこいいですけどね。え、まずこれ何をする機械ってシンプルに、なんかこれは本当にあのプリーツを折る機械、うん、当たり前じゃないみたいに言われてもいや当たり前じゃないですかっていう感じじゃないですか。プリーツをこれで折るんですか。こうそうです、こうさっき折ったね、あれが、そうですね、このひだ、あ、ひだこれ作る、はい、これを折る車ひだって言うんですけど、まあ、プリーツの種類、車ひだ、プリーツの種類いろいろあるんですか。いろいろあるんです。車ひだ、まあ、サイドプリーツっていうのを取れますけど、うんうんうん、あとクリスタルプリーツとか、クリスタルプリーツ、アコーディオンプリーツとか、まあ、いろいろある中の車ひだプリーツもうそもそも生田さんはそのプリーツ屋さんでお生まれになったわけですよね。そうです、父が始めた会社なんですけど、プリーツ屋の2代目。そうなりますね。でプリーツに囲まれて育ったわけでしょ。まあそもそもプリーツに埋もれてそんな感じです、ね、すごい生い立ちですよね、その環境。もうじゃあ小さい子が職人の修行をこうたーとかやってたんですか。まあ、職人ってわけじゃないですけど、まあ、うん、遊び半分でこう手伝ってみたり、うん、まあ、うんうんうん、やってみたりっていうのはやってましたね。いや生田さんはでも今回はプリーツなしのシャツですけど、あ、はいはい、久保田さんからのオーダーで受けていただいて、今回まず最初にどのぐらいの数作ってくださるんですか。合計で、うん、100着100着全部久保田さんがこれだとさすがに無理だっていう。そうですね、普段ご自身の作品がね自分で手で、はい、そうですね、全部と手で作ってるぞみたいな話を、はい、僕とあと縫製師、うん、縫ってくれる仲間が、うんうん、あのいて、うん、それでまあ本当にほぼ1着1着手で切って、生地を切って、うん、で縫うのは手分けしてっていう感じで作っているので、でどのぐらい作ってもらえるのかなっていうふうに結構心配してて、
で、まあ、ちょっと変態心が高まりすぎて、まあ、100着とかはって言ったらさすがにそっち手じゃ無理ですねっていう話になって自分だけではっていう、うん、でついに出てきたわけですね、はい、業界の大物が登場ということで、はい、で生田さん100着ってことなんですけど、はい、まあ、そのぐらいの規模はこの工場ではもうバン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 やってるわけですよね。いわゆる量産ロットっていうところでいうと、うんうんうん、まあ、100枚ぐらいだとまあちょうど良かったりもするので。あ、そうなんですか。工場の規模にもよるとは思うんですけど、うん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 、でも生田さんのところではちょうどフィットする、はい、ちょうどいい関係性で、今回は生田さんで初めてお会いしたんですけど、まあ、今回の企画自体は理解していただいてますか？あの最初は久保田さんから、うん、まあ、話をいただいて、うん、どうもなんかコーヒーがどうちゃらこうずっと言ってて久保田さん一生懸命説明してくれてたんですよね。そうですね、あの、うんうん、シャツお願いしますという前に、うん、太蔵さんのこととかあのなんでこんな話聞かされてるのみたいな感じですよね。コーヒーみたいな、こうシャツに行く前にコーヒーの話がこうあって、はいはいはい、それをこうはぁーっていう感じでこう聞いてくださった後にあのシャツのお願いをしたんですけどすごいですね。でも完全に変態と変態のこうコンビで今回ね作品が生まれるということで完全に挟まれて変態になっちゃったっていうパターンで今日はありがとうございます、ね、諦めていただいて、はい、こちらこそありがとうございます。で今回久保田さんのデザインでこう型を作っていただいて、はい、まあ、体重の体型に合わせてっていうよりも、まあ、どんな型が着ても合うよと、うんうん、そうですね。今回なんとワンサイズでどんな体格の方も着てくださいっていう企画なんですよ。さすがに体重の2倍ぐらいあるとちょっと、ね、はち切れちゃうかもしれないですけど、はい、体重そこそこだけど結構余りますよね。そうですね、ゆとり持って着ていただけるサイズですけど小柄な方が着ても小柄な女性が着てもすごい合っちゃうんですよ。これはまたなんかそれダボっと着るのが流行ってるからでしょって思いなのかもしれないですけど勝手に決めつけてすいませんね。そういう風に思われてると久保田さんのシャツの本当に底力が伝わらないなと思って、久保田さんのパターン本当に不思議なんですよね。なんかどこまでが肩なのかまず分かんないみたいなデザインじゃないですか。そうですね、パターン自体そこが結構肝だったりしますね。だからどんなサイズの人が着てもなんかその人の体に合わせて作ったかのような落ち方をするんですよ、うんうんうん、それが最初着た時すごいびっくりして、偶然なんですけど久保田さんのところの、まあ、ホーローシャツで出している L サイズっていうのがぴったりなんですよね。そうですね、なぜか知らないですけど最初から最初にあの展示会でサンプル着せてもらった時にもうこれこのまま着て帰りたいんで売ってくださいって言って無理やり買って帰っちゃったって言って追いはぎに会いまして、うん、初対面の時にね久保田さんのシャツの魅力はまた別の機会にもうねいっぱい話したことあるんですけど、その型自体は実際にこうご覧になってこれはとか何かあったんですか？あ、それはやっぱありましたね。もともとその久保田さんの作られてるシャツは、うんうん、まあその以前から知ってたんですけど、うん、試着とかもさせてもらってて、うん、で改めてそのパターンを見てそのこだわりとかもしっかりこう伝えてもらうと、はいはい、あ、これはやっぱりちゃんと考えられてるなっていうのがすごい、ね、あの、まあ、縫製工場としてもよくわかるっていうか、すごいなるほど、ね、いいパターンね。ありがとうございます。そうそうプロが言ってる内容がほとんど理解できてない気持ちで聞いてましたけどいやいや、やっぱり素人でも着てみると違いは本当よくわかりますね。あ、これ着たことない今までみたいな、うんうん、なんか不思議なフィット感で、今回はまあもちろん素晴らしいシャツ、これはコーヒー屋として、まあ、私がお店でコーヒーをサーブするために、まあ、コーヒーを加工するためにさまざまなロケーションで着たいシャツということで最初にオーダーしてたんですけど、まあ、それだけではなくてね、フルーフ・オブ・ギルドの竹内さんが、まあ、極上のやばいボタンを提供してくださってあれ実物今日あるんですか？もしかして見れます？包まれた、うん、包まれた包まれたね。これ俺この状態で受け取ってないから直接久保田さんと行ったんですね。これ追加で足りない分作ってくれたやつ、はい、これじゃあ開けるのがちょっと、え、
いやちょっともう怖いんで工藤さん開けてください。じゃ開けたらなんかボンってちょっと開けて、これあのシャツにつけてもらいたいボタンなんで見てみていただいていいですか。開けちゃっていいですか。開けてください。お願いします。来ましたね、パナマサンタマリア芸者ナチュラル。私が最も愛おしいと思った一粒を選び抜いて、その姿を永遠に失わないようにこう、ね、形をとどめてというところで、まあ、私のコーヒー愛が形になったボタンなんですけど、はいはい、どうですか、伝わります。これボタンなんですよ一応。いやもうね、本当に原水問題のコーヒー豆そのものから作った型で、型取って真鍮で作ってることなんですけど、しっかり重みを、これをつけていただけるかどうかっていうのが今回の企画の肝でですねこういう変わったボタンみたいなのってつけることはあります？あまりないですけど、まあそうですね、まあ、コーヒー豆はちょっと初めて。コーヒー豆初めてですか、ね、うん、コーヒー豆ですか。意外とないんですね、コーヒー豆。意外とどころかこのボタンを久保田さんが作ってくださった最高のパターンのシャツに合わせて、まあ、縫い付けていただいてってことなんですけど、これはもちろん手でつける作業になっちゃうわけですよね。これは手じゃないとつかない。で職人さんが一つずつこう縫い付けてくれるわけですよね、はいはい、大丈夫ですかそれは。 OK ですか。もちろんそれは、はい。職人さんにブーブー言われないかすごい心配してるところですけど、むしろやっぱりこう楽しい楽しいんじゃないだといいですけど、こんなの見たら初めてなるから。何これつけてくださる職人さんを上にいらっしゃるんですけど、はい、結構音がね2階から聞こえてきてますけど、ミシンの音がいらっしゃる。いやじゃあちょっと、はい、今日ボタンつけるシーンまで見学させていただけると、はいはい、確実にこの企画うまくいくんだなということで私も個人的に本当に出来上がるんだろうかって不安の中にいますんでボタンつけるとこまで見ないと帰らないんでお願いしますね、はい、そこまでです。はい、お願いします。いや生田さん、この後ろの機械そもそもちょっとどういう動きするのかとか気になってしょうがないですけど、はい、上でそのシャツの、ね、最後の仕上げのボタン付け工程見させてもらいたいんですけど、気になる機会がありすぎるこの問題をなんとかクリアしたくて軽く案内してもらってもいいですか。あ、はい、全然。多分これ1台で1時間動画とか必要になるレベルの道具だと思うんですけどそう、別のチャンネルで別のチャンネルですよね。お、動き出した。はい、うわこのリズム、三角形に折り込んで、これを紙をね、こう、これが刃なんですけど、あ、これが刃なんだ、はい、ガチャガチャ言ってる、おうおうおう、これで折ってって、あ、最初はこうやって三角で入れていって、うん、これ紙っていうのは布の代わりにサンプルでみたいな感じ。これは、プリズの場合は、うん、下の紙と、まあ、本来上の紙を刺して、紙と紙の間に布を挟んでサンドイッチして。布はここから来るんですか。布はまあここに置いてあげたりとか、まあ、長い布だったらこう吊るしといて、あ、こっからこうやったりとか、こういくんだ、うん、それで向こうに出るわけですか。で、向こうに出ていく先っぽ来ました。こんな風に、まあ、ここが熱くなって熱で、まあ、今は冷たいですけど、うんうんうん、この熱で、うん、この折り目を定着させるってことですか。そうです。でもそれにしてこの音がさっきからいいでしょ。ずっと聞いてるんでしょ。でも小さい頃から。あ、そうそうそう、この音、この機械何年ものぐらい。これ40年ちょっと。40年ちょっと、うん、生田さんぐらいですか。僕が45なんで、まあ同じぐらい。同い年ぐらい、うん、で、これ布が一瞬出てきて、そう、この幅のプリーツができる。そうです。で、これをこれで巻き取っていくんですよ、うん、はい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 。そうすると、まあどん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 こう
丸太が大きくなってきて、うんうんうん、で、まあ、丸太になったら釜に入れてあげるんですけど、釜っすか、釜で蒸す、丸太になったら釜に入れて蒸すのプリーツを、そうちょっと全然なんですか、釜って、釜入れたいっす、うまっ、やめやめ、これがまあお釜でここにこれですか、ここにそのめちゃくちゃかっこよくない、これこのフォルム、ちょ入れる前にこのまずこのかっこよさ、そう、えマジですか、これをこうしてこう、こういうこと、そうそう、こうして締めて、すっごっ、ちょっとあ蒸気が来てるんですか、蒸気を出すんですけど、今ちょっと出てこない、焙煎機になんか通じる形してるね、うん、昔の富士の豚釜とかそのまま巨大化させたらこんな風になりそうな気がするけど、なってこないか、蒸気と熱で、まずちょっともうこの蓋のかっこよさから離れられない、蓋かっこいいよね、めっちゃかっこいいこれすごいやっべ、これもうすごくないですか、もうこれ中世のなんかこうね、ゴーンみたいな、ゴーン感もあるしなんかラッセルクローが持ってそうな感じがするよねグラゲーターってな、うん、うわーすげえ。うわめちゃくちゃかっこいい、まあ締めていくんですよね、ちょっとこの一番美味しい角度、すげえ。ちょっと一つ回さしてもらいます。どれ回していいですか。この辺。この辺。こう。うん。ああ。こんな感じで。そうです。ああ。この感触。これで、もうしっかり締めてあげたら、あとはここに蒸気を入れてあげて。八号機。おお。この音よ。でこの釜の中に蒸気が充満して、うん、でさっき折りたたんだこのプリーツちゃんたちが、まあそうですね、プリーツ取り出たものを、まあ、ここに今度入れてあげて蒸すんですか、蒸す、そうですね、蒸気と、まあ、熱と圧力、もう温まってきてる、ほらあ少し気持ちももう温まる、本当だ、何度ぐらいまで上がるんですか、まあ、素材に合わせてですけど、あ、まあ、110度ぐらいと120度とか、まあ、素材に合わせてちょっとどのぐらいガチッとプリーツするかみたいなもので、そうですね、あとあまり高すぎても良くない素材もあるのでナイロンは低めとか、これちょっと俺の人生で最もかっこいい機械かもしれない焙煎機よりもこれこのデザイン焙煎機に落とし込めないかね、めちゃくちゃかっこいいわ、では行ってみましょう。シアカーレ。きたー。うわー。ほっかほか。へえ。生まれて初めて見るものってなんかちょっと怖ささえ覚える。よいしょ。あっちのマシン以上にすごいここ。いいですよ。いいですよ。うわ。弾く感じとか弾いてるあとなんかこうギュッて押すとか、すごい細かいプリーツが刺していく感じで、うわマジですごいっすね、めっちゃ細かくないですか、もっと細かくできます、あの設定をすればいや何に使うんですか、それ洋服、まあ、そうですね、こういう形状にこうギザギザギザみたいな、こういう風になってくるんですよね、え、もっと細かくですか、もっと細かくもできるし、もうちょっと大きくもできます、今この畳んでるのこれ、今これぐらい、ああそうなんだ、ここで見るとすごい集まってるね、そうね、ギュッとなってる、うん、
いや、生田さん、ここは全然違う世界に来ましたけど、はい、2階そうです、2階はあの縫製場なんですけど、縫製場、はい、ハンドのプリーツなんかもやってて、あ、これ手でプリーツを折ってるところなんですね、はい、下のは機械だったんですけど、手で折ってるんですね。本当に手作業で折るんですね。一本一本手で、これは型紙を作ってて、はい、でこれをあの何回もこうプリーツでかけていくんですけど、これが実際にこう例えばこうスカートとかのプリーツとかが、うん、はい、この紙から生まれたりするんですか。そうです、この紙に、まあ、今これ2枚一緒に折ってるんですけど、うん、この紙と紙の間に布を挟んで、ちょっと動かせて、すいません、お邪魔しちゃって。どのぐらいプリーツ折られてるんですか。そうです、40年ぐらい。40年ぐらい、うん、プリーツ折って40年の大先生、うん、いやー、そうなんですか。これですもんね。え、今も昔も変わらない、これと、あと下の機械、下の機械と。いやー、今日初めてこう見学させてもらって、ものすごいかっこいいなと。やっぱり技術は最初覚えるの難しいんですか。見よう見まねで昔の人も。なるほど、昔ながらの職人の世界ですね。あんまり先輩にちゃんと教えてもらえずにっていう、技は見て盗めって世界ね。いやー、すいません、ありがとうございます。お、そしてこちらはミシンが、ミシンですね。お邪魔します。すいません、どうも。これも実際に洋服を最終的に仕上げているところですか。そうですね、これはまあプリーツのスカートなんですけど、まあ、ミシンで縫ってるところですね。これはこっちのスカートで、はい、あとこれ後ろがファスナー、ほうほうほう、あとベルトをつけるだけ。つけるだけっておっしゃいますけど、ここから、うん、その作業までここやるんですか。全部やります。あ、そうなんですね、うん、へえ。うちはもう、はい、作業場まで全部つけて、うん、あの配送センターまで出荷して、うん、なるほど。そこからもうすぐ店頭に行くところまで全てやります。ここからお店にそのまま行くってことなんですね。いやー、ちょっと初めて、うん、先生がつけてくださって非常にリアルにね、分かりますね。へえ、こうやってでもいろんなものが布から、うん、もう一気に製品にここで仕上がると。先生ありがとうございました。はい、それぞれちょっと気になるものがありすぎて進めないんですけど、これプリーツ、あの細かいやつ、下のやつですか。下の機械、あの細かい方のやつ、シュッシュっていう方の機械のプリーツですね。すっげー細かい、確かに、うん、これはスカート。そうですね、スカートこんな感じ。ああ、これ仕上がった。あのさっきのマシンから、うん、ここまで一気にこの生田プリーツ内で全部仕上がると。まあそういうこと、それがちょっと衝撃だな。なんかいろんな項目でね、工程ごとに分かれていろんな工場行ってきたりするのかなと思ったんですけど、ああ、そこはうちが一貫でできるのが、なるほど、まあ、売りというか、そこなんですね、はいはい、じゃあ本当にいろんな工程がギュッとこうコンパクトにまとまってるんですね、はい、さてここはえらい広いテーブルがやってきました。このテーブルでは何をやってるんですか。これ、あ、すいません、お邪魔します。チェック、まあ、柄合わせの裁断をしてもらってる。柄合わせの裁断、このチェックの模様と服のその向きみたいなもの、うん、そうですね、まあ、こう剥がれるんですけど、うん、まあ、剥いだ時に柄がずれてたらかっこ悪いじゃないですか。それここで合わせてんだ。まあ合わせるように裁断を、なるほど、ね、していくんですけど、いや結構柄が縫い目でピタッと合ってて本当にすごいなって思ってますけど、この工程で、まあ、柄合わせて、まあ、切っていくんですけど、ここで切るんですか。そうですね、まずこれ柄を合わせて、まあ、名前が重ねたりして、うん、でじゃあこう合わせるよとか、まあ、例えばね、で、まあ、まあ回していく。あ、このための、まあ、赤外線、そういう工夫で、はい、久保田さんのこのシャツも、これはチェックじゃないですけどストライプは合わせてますね、うん、あ、ポケット、このポケットの縦線とか ね、でもこれはもう何枚も重ねてっていうよりも、これはでもここ、いやこれすごいです、これがこうピシッと、はい、これ久保田さん手でやってるんですか。僕が切って僕が縫ってます。これはこれってなんかこう素人目に見るとどのぐらい大変なのか分かんないですけど、
まあ、慣れればチェックほどじゃない。チェックはやばいんだ。そうですね、縦合わせて横合わせてで両方合わせなきゃいけないですけど、ストライクはそんなでもない。なるほど。でもこれ相当合ってますよ。そしてこの工程は2枚、これはスカートの裏地ですね。生田さんがさらっという説明がいちいちよくわからないってね。スカートの裏地をそもそもどういうものかわかんない。スカートの裏地のこうやって輪っかになってるんですか。これはね、どこの、これ後ろです。あ、後ろ、あのベンツがあるんだね。あ、ベンツがある。はいはいはい。ほんと手作業で、まあそうですね、ミシンですからね。はい。ちなみにあの泰造コーヒーシャツはここでもう縫製していただいたんですか。はい、もう出来上がってるんですか。一部、はい、ちょっとぜひ見たいです。あるんですか。あれいいですか、見せちゃって。ここ、これこれなんですけど、あっちで見ますかね。お、生田さん、これはモードの、はい、タグ、ホーローシャツのタグ、はい、入ってますね。でも白じゃないですか。そうなんですよ。え、白シャツになったの最終的に。これから黒く染まります。これが、え、これ完成させてから染める。染める、生地で染めるんじゃなくて、え、ミシン糸も染まる材質で。あ、そういう意味なんですか。なんかそういうこと言われてたな、確かにと思うんですけど。そうなんですよ。完全に白で仕上がってるの。そうなんですよ。じゃあ白でも売っていいわけですか。いや、でもボタンがちょっと黒になる予定なんで。見てみていいですか。あ、もちろんです、もちろんです。白のシャツはもうこれで完成ってこと。はい、白は染めないね。ボタンつけてっていうところですね。おー、これが先ほどお話しした久保田さんのもう紙デザイン。特にこの肩のパターンですね。肩がね、こう滑らかなところが。白だと全然印象違いますけど。そうですね。白バージョンもなんか1着ぐらい欲しくなっちゃうの。これネームタグ入ってますね。入ってます。やべえ、白バージョン作ってもらえないですか。それはじゃあ、僕は個別に縫いますわ。工場に迷惑かけてください。もう1着だけとか言うんだったら自分でやるんで。本当。そうで、ここから、うん、あの染めの工場に出して、ほうほうほう。で、真っ黒く、はい、真っ黒にこの後染まる、はい、ボタン先につけるんですか。あの一部、あの染めていいやつはつけたりして。真鍮の工場ボタンは後で、また染めた後でつける。染めた後またここに黒いシャツが戻ってきて、でボタンをつけて。あ、じゃあ今日は見れないですね、この白い状態だとね。サンプルが戻ってきてるんですか。サンプルで一着染めて戻ってきたサンプル。そうですね、はい。ボタンつけをされました。まだです。ボタン今からつけるところとかってどうですか。見れます。はい、はい、ボタン付け職人の方が。ボタン付け職人、はい、結構みんなで手分けしてやる時も。ちょっとこの見れる、ぜひちょっと見たいです。そのボタン付けてくださる方にも挨拶したいです。あ、じゃあいいですか。はい。でもこれ白で、はい、今から変更で売りたいよって言ったら染めに出さなくていいっていうだけで、はい、なんかそのまま売ってもいいんですか。それはちょっとやめましょうか。なんで、なんか理由があるんですか。染めなきゃいけない。あ、まあ、染めなきゃいけない理由はないですけど、生地の状態で染めるんじゃなくてシャツになった状態で染めるのに理由があるっていうことです。なんかあれなんですよ、一言では言えない理由っぽいですね。あ、でもこれ後で生配信で語ってくださいね。そうですね、時間無制限の生配信で。何無制限。後から染める理由について。はい、ぜひ。そしてなんと今日はボタンをつけてくださるということで、針がやや結構小さいんで、いろいろ大変なんですね。自分でつけたときちょっと短い針にしました。これは通るんですけど、何回か入れたら入らない。
かもしれない。結構ボタンをつける作業は普段からされるんですか？あんまりたくさんはしない。そもそも手でつけるボタンっていうのはそれほどないですか？あ、まあ、少なくもないですけど、うん、はい、今回のこのボタンはどうですか？かわいいです。あ、空気読んでいただいてもありがとうございました。実はこんなに届いちゃって、これ全部つけていただきたいと思ったんですけど、これ僕は本当にもう心の底から愛してやまないコーヒー豆の一番可愛い顔をした子を一粒、実物から型を取って真鍮で作ったと、もうコーヒー愛の結晶なんですけど、これをちょっとボタンにしてっていうところで本当につけてくれるのかなっていうの心配してたんですけど、やっていただけそうですか？はい。もう社長が後ろからこうね、なかなかのプレッシャーをかけてる感じ。え、実際にどんな具合でつくのかっていうのは見れます？はい、一本取り、はい、一本取り4回転とか言わないですか？ちょっとね、生田さんもやっぱりこういうのは、はい、最初は自分自身でこうチェックしてみたいにされるんですか？あ、そうですね。この付け方だと、うん、こっちの方がいいんじゃないみたいな。そう、ものによっては2本取りの方がいい場合もあるし、うんうんうん、まあ、これは1本取りがいいとかっていうのもやっぱやってみないと分かんないところもあるんで。で、何回回すかっていうのが結構今回肝になりそうですけど、はい、それってその普通ボタンは何回みたいなのがあるわけではないですか？まあ、決まりはないですよね。じゃあそのボタンの大きさだったりとかにもよるし、うん、穴の数とか、うんうん、じゃあもうほんとその都度職人さんが判断する。まあそうですね、一番いいところでやるっていうのが、うん、いや、これでも日本中の服飾っ子が燃える動画になるんじゃないですか？このボタンつけたくないわみたいに見ながら分かる人はこう思うのかもしれないですけど、分かる人は穴ちっちゃって思うかもしれないですね、うん、そういうもんなんですね。今何回巻いてくれたんですか？4回巻きました。4回。楽しいわ、楽しいわって俺が楽しいけど大変だなと思ってらっしゃるじゃないですか？楽しい。楽しいですか？ちょっと意気込みを一言じゃあ聞かせていただいて。意気込み。この世界初のコーヒーシャツ何百個あるんですか？400個ぐらいの粒が。400個ぐらい、はい、頑張ります。ありがとうございます。いや、早速来ちゃってます。ちょっと近すぎる近すぎる。これもうこのボタン通す感覚がむしろなんか上が若干とんがり気味だから、どうですか？おー、いいですね。縦向いてる。だって切るたびに好きな、うん、切るたびに好きな豆触りながらってことですよね。そのね、なんか表面のシワといい、センターカットの深さといい、完璧なんですよ。もう質感もナチュラルだしね。ナチュラルっていうのはナチュラル生成ってことですよ。いや、本当になんかずっとこうやって触ってる人になっちゃいそうな。気をつけないとね。気をつけない。いや、ありがとうございます。もう抜いたて、染めたて、つけたてのシャツ、こんな出来たてのシャツ着ることってありますか？作り手はあるよ、まあ、いやいやありますね。いや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 、なんかもうね、感無量です。本当、これはボタン一つだけ芸者、あとは両サイド右左がっていう3個使ってるバージョンと、あとはもう全部一列、はい、芸者サンタマリアっていう、うん、もう変態度の若干高めなバージョンを数量限定で、はい、
でこれはやっぱり全部つけるのはまた大変ですよね。大変ですね。何着ぐらいやってもらえる感じですか？20ぐらい。20、はい、限定20着ぐらいなんとかやってもらえそうな雰囲気が出てきてます。100着分の20着はオール芸者で、私もそのうち10着ぐらい自分で買おうかなと思ってるんですけど。皆さん詳細については、まあ、ようやく今日全貌が見えたということで、この後生配信で皆さんに詳細ね、はい、詳しくお伝えして、まあ、あとはこのパターンが、はい、泰造の心なしかいつもよりスリムに見えてるんじゃないかなと思いますけど、うん、本当に着やすいんですよね。着たことありますか、ホーローシャツ？あります、あります。何なんですかね、この心地よさ。不思議なんですよね。そう、不思議。これだから久保田さんの不思議感と、まあ、トータルで同じなんか、はい、そんな不思議。まあ、本人は気づいてないのかもしれないですけど、実はなんか浮遊感っていうか、この自由さっていうか、何にもとらわれない感じがなんかシャツで表現されてるんですよ、ね。でここに最初共鳴して、いきなりサンプルを持って帰っちゃったっていう事件が起こったというところが、まあ物語のね、発端ですね。そうですね。まあ、ちょっとそこら辺のね、話をじっくり語っていただきつつ、わかりました。この後、今夜8時から生配信でということで、はい、まあ、この動画当日でなくご覧いただく方もいらっしゃると思いますけども、生配信の方はアーカイブ残ってますので、よかったらぜひそちらでね、チェックしていただければと思います。でまた生配信と同時に受注というか販売を開始させていただけるかなと思ってますので、はい、ノードの EC サイトの方、概要欄の方に URL 貼っておきますので、そちらからチェックしていただければなと思います。そして生田プリーツの詳細情報については貼らないでいいんですよね。特に一般の方がプリーツくださいって来ても困る感じですもんね。あ、でもやりますよ。やるんですか？やるやる、それ、うん、やる。やりたいやったらどうしてもこの布にプリーツかけたくてって人来た。やりますって言っちゃいましたよ。いや、実際やってますから。本当にでもそこまで熱い情熱を持った方が、ね、あの服飾の学生さんの卒業制作とか手伝われてましたもん、ね。うん、なるほどね。そういうのもいや面白いですね、はい。まあ、ご興味ございましたら生田プリーツさん、本当にね、こんなディープな場所なかなかないぞというね、最高の場所、今日はお邪魔しております。いろいろご協力ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ここからがまあ一番ね、大変なお手間かけるかなと思います。頑張ります。なんとか仕上げよろしくお願いします。お願いします。じゃあ久保田さん、後ほど生配信でお会いしましょう。はい、お願いします。それでは皆さんも後ほどお会いできればと思います。皆さん今日も最後までお付き合いいただきましてどうもありがとうございました。それではまたお会いしましょう。ハッピーなプリーツライフを。